さあチャンスは徳島です。右に開いたところから浜下が運ぶ。浜下のクロスボール、フィジオレーディング。って感じですね。ファーサイドかか手上げてます。はい、どうだ。白井フリーで上げてきて中馬券が後ろ、フジオだ。入った。仕掛けるかというところに阿部のクロスが来る。逆サイド、藤尾のヘディング。かわせげるか、決めきるか。藤尾冷静に決めてきました。左のスペースで杉森、中には馬券が、後ろから白井も来る。杉森仕掛けていってコース作ってシュート、こぼれ球、押し込んだ。相手が出てくるっていうところはね、はい、想定内ですし、ペースがいて白井ミドル狙った、こぼれ球、押し込めるか、押し込んだ。杉森ワンタッチで落として白井、白井浮かせてファーサイド西矢、折り返して藤尾。もう一度戻してリターンは藤尾、うまいかわし方、シュートだ。おっと入った。右サイドで受けるのは浜下、中切り込んでいった、2人かわして、さあゴール前に藤尾が入ってくる、その藤尾へ。逆サイド西矢、クロスが来て西矢のいるところ、藤尾が体に当てる、そのままゴール。